写真拡大。第100回凱旋門賞仏 G1 10月3日芝 2400m パリロンシャン競馬場。海外挑戦の先駆者が熱視線を注ぐ。ビクトワール・ピサレ制した11年のドバイワールドシーをはじめ、米国、香港、豪州で勝利を挙げた元 JRA 調教師の門井克彦氏。凱旋門賞は10年ビクトワール・ピサ、19年奇跡が共に7着と世界の壁に屈した。ドバイや香港のような招待競争と違い、欧州は1から10まで経費がかかります。それでも出なければ勝てませんと厳しさを知り尽くす。今年はディープボンドの遠征に息子の門井に助手が帯同している。幼い頃からシーザリオの米国遠征などに同伴したが、当時は物見遺産的な感覚だった。競馬の道を志したのは18歳。父としてはこの道を目指したいと聞いた時は今更という感じだったけど、嬉しかったですね。頑張ってほしいですと温かく見守る。そしてシャンティの受け入れ先は、開業前に門井厩舎で研修を受けた清水博調教師。そこを拠点に前哨戦のフォア賞で逃げ切り V。門井氏は綺麗に整備された日本の馬場と違い、フランスは凸凹の路盤に芝が生え揃った感じ。ボンドは日本と質の違う馬場に見事に対応しましたねと賛辞を送った。